写真にインスタチャンネルします。おっしゃみなさんこんにちは、ローコスト釣り師アンカーです。今回の聴講では地元の漁具メーカーが製作した平場仕掛けで超川上がるのかを検証していきます。今回の海のコンディションはこちらです。満潮からの下げの時間帯が釣れるかもしれません。水温がやや上がってきていますが、まだ 11.7 度と高くはありません。今回使用する平場仕掛けはこちらになります。私の動画を見たルアート漁具さんが無償で提供してくれました。ルアート漁具さんからは釣果の結果を忖度なく動画で公開してほしいと言われたので、その通りにしていきたいと思います。この仕掛けの特徴は2つあると考えます。1つはネクタイが1本であり、シルエットがかなり小さいということ。もう一つはスレバリを使用しており、フッキング力を重視した仕掛けであるということです。最初にこの仕掛けを見た時、私は釣れそうだと思いました。ただ私は平場のセンスがあまりないと自分では思っていますので、当てにならない直感だと思っております。ポイントに到着して30分ほど釣りをしましたが、当たりがなく、また潮が止まっていたため移動することにします。次のポイントに到着した時間帯は満潮潮止まりくらいだったので、ここから下げ潮に変化する時を狙って潮行を続けていきます。ここ最近の潮行では潮止まりの前後20分ぐらいの短い時間で地合いが来るような流れとなっています。ポイント移動後はまだ潮が止まっていたので、ラインが真下に出ております。流れがあまりないような感じでした。潮が緩いのでタングステンの 60g から 45g へ変更します。今回も仕掛けをワンタッチで着脱できるスナップを使用しています。下げ潮に変化したため、ここから地合いが来ることが期待できます。天気も良く風もないため、リラックスして釣りをしているその時でした。おっしゃー、タイじゃね、やったー、やったんだけど、ドラグゆるゆるべきいつ上がってくるんかな。出ていく、慎重に慎重に行こう。このタイのシルエットが見えてくる瞬間がとても興奮します。よっしゃー、釣り上げたのは40センチ強のマダイでした。フィッシュグリップを使って魚を持ち上げようとした瞬間、仕掛けが外れました。返しのない針なのですぐに外れます。ただ返しのない針でもラインのテンションを緩めずに巻き続ければ釣り上がることが分かりました。この時期のタイは釣れるとだいたい40センチから50センチの両型が上がってくるという特徴のある時期だと思います。地合いの時間帯だと推測できるため、チャンスを逃したくないと思っていたその時でした。満足度が高いかもしれない。はい、また来た、走るじゃん。
ちょっとテンションをやっぱ書き続けには怖いね。いいね、いいサイズよね、同じぐらい、ちょっとでかいかもしれない。上がってきたのは50センチ弱のマダイでした。この仕掛けは2本針なのですが、2本ともしっかりフッキングされていました。1本は上唇にしっかりとかかっています。また返しがないので針がスッと外れます。こちらの個体は浮き袋に穴を開け、生けすで保管します。魚の活性が上がっている時間帯に水中映像を撮影したいと思い、竿の準備をしていたその時でした。 T 君の竿にヒットです。タイだな。やったー、やったね。今回は私が船長をしていたのでとても嬉しいです。贅沢や、いいじゃん、やったー。ちなみに T 君の仕掛けは鉛ヘッドにオレンジと透明のネクタイでした。いいサイズ。水中映像を撮っている場合ではないと急いで竿を出します。案の定当たりはないため水中映像の撮影に切り替えます。今回は流れがほとんどない中での撮影となりました。はい、着底しました。それでは海の様子を見ていきましょう。今回の水中映像の特徴はとにかく流れがないという点です。大潮の下げの時間帯になっておりますが、船が動いていません。これがこのポイントの特徴なのでしょうか。また海の透明度が高いのは流れがない場所だからなのでしょうか。今後も調査を続けていきます。とここで小さなタイが横切ったのが鮮明に映っております。今回撮影に成功したのはこの1匹だけでした。なかなか潮の流れに動きがないため最初のポイントへ戻ってみます。潮の流れとともに少し風が出てきたためラインが斜めに出ております。平場においてはこれぐらいラインが斜めに出てきた方が釣れる確率が上がるような気がします。水深30メートルのラインを流している時でした。 T 君の竿に当たりがあります。平場の場合このような細かい当たりが続く時には巻き続けることが鉄則です。バレたと思っていたらどうやら魚がついていたようです。フッキングされたカサゴが暴れていたのがタイのあたりに似ていたため勘違いしたそうです。今回の検証結果ですが、地元の漁具メーカーが製作したタイラバ仕掛けで釣ることができたという結果になりました。ただし今回は T 君もタイを釣り上げることができたので釣果に顕著な違いがあるということは言えませんでした。ただし一度の兆候で結論付けることはできないと思うので、今後も調査を続けていきたいと思います。はい、それでは今回も個性的なタイが3枚揃っているので恒例の性別当てクイズをしていきたいと思います。皆さんはどれがオスでどれがメスか分かりますか。はい、正解は真ん中と下がメス、上がオスでした。一番下のタイは釣り上げてすぐ血抜きをしたもの、真ん中と上はイケスで生かしていたものです。比較してみると締めた個体は綺麗なピンク色をしているのがわかります。そして真ん中のタイ、こちらはさばいてみると身が白く焼けていたそうです。釣り上げてすぐ血抜きをし脳天を締めるというのが鮮度を保つ上で重要なことだと思います。それではまた。